カリタック軍はアメリカ合衆国のオスカロライナ州の北東隅に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は23,547人であり、2000年の18,190人から29.5%増加した。軍庁所在地は未編入の町であるカリタック、同軍には法人化された自治体がない。カリタック軍は バージニア州ノーフォーク周辺を中核とするハンプトンローズ大都市圏に属している。カリタック軍は1668年にアルベマール軍の一地区として設立された。軍名はインディアンの言葉でガンを意味するコラタンクから取られたと言い伝えられている。ノースカロライナ州の北東部にあり、大西洋カリタック湾に接し、州内ではカムデン軍とデア軍と軍境があり、北は バージニア州との宗教である。陸地面積は261.7平方マイルである。1755年にはカリタックコートハウスという名称が使われ、軍庁所在地を指していた。現在ではコートハウスがなくなり、カリタックのみが町の名に使われている。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、カリタック軍は国内で72番目に、 人口成長率の高い軍である。カリタック軍は地域自治体の組織であるアルベマール自治体委員会のメンバーである。カリタック軍は選挙で選ばれる委員で構成される軍政委員会によって統治されている。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は526平方マイルであり、このうち陸地262平方マイル。 水域は264平方マイルで、水域率は50.21%である。軍内にはアウターバンクス北側の町が入っている。軍の本土とはカリタック湾で隔てられている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。カリタック軍の自治体と軍区カリタック軍教育学区は選挙で選ばれる委員で構成される教育委員会に、 管理されている。ありがとうございます。